あと5年ぐらいやってくれないかな。行きたいけど行けないから、あと5年ぐらい。なんか今日大人っぽい。え、本当ですか？なんでだろう。ひなこ声ハスキーじゃない。なんかちっちゃい頃はハスキーって言われてたけど、今は言われないけど、ハスキー？今日なんかビスン雑誌のイベントやってましたよね、今日まで。お疲れ様です、皆さん。ハートありがとうございます。ちょいハス？黒着てるから。確かに黒着てるし。明日17時間配信らしいですよ。ずっとは出ないですよ。連想式睡眠法。何ですかそれ。 USJ の「鬼滅のなんとかライド」乗ってきた。だっていいな、行きたい。どうしよう。ハートありがとうございます。最近ね、アイスを食べてるんですけど、アイスが美味しいんです。目アップしてやって。アップ？ちょっとグロくない？バターアイス食べましたよ。なんかバターの味がした。なんかめっちゃ黒着てるから肌がこんな、なんかこんな感じになってる。ハーゲンダッツのマロンタルト。え、何それ、初めて聞いた。どこに売ってるんだろう。割とどこにでも売ってるかな、ハーゲンダッツ。カラコンしてないです。17時間ですショールームしたいの。でも17ライブさんとのあれじゃないですか、その、ワンセブンだって。ワンセブンだって。目がクリクリだよね。だって嬉しい。アイスといえばなるちゃんからピノ。なるちゃんとはね、会えてないんですよね、まだ。カップじゃなくて棒のやつ。え、すごい、買ってみよう。マロンタルトね。ワンセブン17と今後は呼んではいってないらしい。あ、そうなんだ。ワンセブン、セブントゥインじゃダメだった。ワンセブン、すごく美人になってきたって。どこが嬉しい。しーちゃんと噂話したい。そうですね、まあたくさんいますね、お相手。ワンセブン、ワンセブン。Do you know ワンセブン？ I don't know。
I don't know って言われたらちょっと悲しいよね。お兄ちゃんとはね会えてないんですよね。まあちょっとあれじゃないですか、ちょっと年がねもういい感じ、いい感じなのかな、まあまあいい大人、まあいい大人かもわかんないな。だからさ、そう一緒に最近頭良くなってるだって。そうかな、特に変わってないと思います。クリありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。ハロウィンするだって。ハロウィンで何がいいかな、仮装するとしたらムハンマド、え、ムハンマド。お兄ちゃん二人いないよ、一人。栗のお菓子、え、食べたっけ、食べてないかな。なんかショールームしてたら眠くなってくる、いいことじゃない、だってさ早く寝るってことでしょ。これから眠くなくな、眠くなかったらショールームすればいいんだって思ったんだけど、10時までだった。どこにいた、みんな眠くなるって。あ、そうなんだ。なんかショールームすると眠くなる、なんでだろうね。なんか安心感とかがあるんですかね、わかんないけど。ひなこの声聞くと安心して眠くなる。逆にね、安心するの私の声、嬉しい、初めて言われた。携帯、ハロウィンのあれはですね、ゾウさんです。皆さん携帯買えますか、 iPhone13。 なんか買えないって人多いよね。だってなんかあんまり変わらないのかな、わかんないですけど。私は13、これ11プロマックスなんですよ、この今。11プロマックスで10、まあ、13買うかな。枕撮影できる、枕撮影って何ぶっちゃけ 5G 使わんしデザインも変わってない、確かに。いや、なんか11なんですけど、12を買おうとしたんですけど、いや、もうちょっとで13出るなら待とうってなったんですよ。そしたらなんかそんな変わってない、 12? だから12の人は多分買えなくていいみたいな感じ。まあ11だから、まあ11も買えなくていいぐらい結構いいですけどね。枕撮影はめっちゃ近くを撮る、
枕撮影って言うんだ。 iPad はねいいです。もうこれ何結構でかいんですよ。これは私的にはちょうどいい今使ってるやつ、割と最新のだから。まあ充電の持ちは確かに最初よりは減ったかなっては思う。早いなって思う減るのが。温泉好きだよ。あとエアポッツも出るよね。エアポッツ出るよね。あ、バッテリー変えればいいだけなの？え、そうなの？でもね、もうね予約買うなら iPad ミニじゃない。大きい iPad いいな。だっていいですよ。けどまあ持ち運びはあんま良くないかもしれないけど、いいのかな、まあまあ、あんま分かんないけど、でもでっかいからいいよ。そう、 TikTok を開設したんですよ私。充電しながら使うのがバッテリー一番良くないらしい。そう、なんか友達から聞いたんですよ。私じゃんって思って。 TikTok 開設したんですけど、動画はまだ上げられてないので、多分もうちょっとして上げられると思うので待っててください。新しく作り直したんだよ。まだ投稿ないよ。でも本当、本当に私です。本当に私だよあれ。確かに疑っちゃうよね、誰か分かんないよね。これね、あと13分しか、え？ ST48 がアッシュ生限定オーディション。何ですかそれ。え、それ何それ。楽しみ。わーい、タコ食べれるよ、本物だよ。 TikTok アカウント更新が告知されない。確かに言ってないからかな。作った、作るとは言ったんですけど、作ったとは言ってない。あと12分だって。早い、早すぎる。そう、私まだね、なんかもうちょいで18歳なんですけど、なんかダメらしい。そう、前のアカウントが出てくると思うんですけど、それも一生使わないと思う。ログインできないの、一生使わないからこれにします。まだ出してないけどね投稿。ひなこの目線はどっち見て配信してるの。だってコメント欄見ちゃってる。こっちだよね、こっちだったら目合うよね。目合う。そう、ログインできない。ひなこ03の03どん、2003年生まれなので03にしました。初投稿どんなのかな、ワクワク。だってどんなのでしょう。私まあ実を言うと、まあ撮ってないんですよ。でストックもないし、もうストックないし、だから頑張ります。明日撮る、明日。タブレットとかカメラとコメントは撮れない。そうなんですよ。
まつりかっこいいって初めて言われた。まつりでしょ、かっこいいって初めて言われた。アッシュ生だけが受けられるオーディション、え、すごいね、そんなことするの、すごい。リールって誰が撮った、あれはお友達です、お友達に撮っていただきました、ちょっと前にね、撮ってもらった。なんかやっぱりリール上げてみたいなと思って友達に頼んだの、なんかこういうの撮ってみたいんだよねって。ちょっとまあめちゃくちゃ仲いい子だから、あんま仲良くない子だったら言いにくいけど、めっちゃ仲いい子だから撮ってもらいました、普通に。そんなに生徒多いのかな、多いんじゃない、わかんないけど。恥ずかしくなかった、恥ずかしかったです。うん、某一面に撮ってもらいました。まつげ長いだって本当に嬉しい。マツパしてるからね、お風呂上がりでもこうやって上がったまんまなのです。今日のお洋服、今日のお洋服っていうかこれはもうね、普通にただ単に部屋着というか真っ黒な服だけですよ。もう18歳か、早い。神々から命を授かって18年ってちょっと言いにくいんだけど、変えないと、変えないとちょっと恥ずかしい。前髪切りたいやから何パーセント？あ、でも今はなんか割と10ぐらい。そう、 T シャツ的な。うん、変えたい。松戸でパーティーって何？もう18歳か。神々から命を授かって18年って言えない。ピッチピチな18歳といえば、せーの、これが一番やばいよね、これが一番やばい、これが一番恥ずかしい。今のはノリです、ただのネタ。うん、はにゃって言ってあって、はにゃは言わないですよ私。はにゃって言う人いるけど私は言わない。40年になるまで言ってほしい。だって本当18歳若いの、だって18歳だよ、だってあと2年で20歳ですからね、若くはないよ。だって私の弟とかまだ14とかでしょ、 15?15? やばすぎる。 14? やばすぎる。まあそうですね、まあ、18歳ですから、まあ、今のうちに可愛い服とかを着なきゃいけないなと思いますよ。だって年取ったら着れないから。年取ったら着れないからね、今のうちに着ようって。なんかみんながさ、そう、なんか悩んでたんですよ。ちょっと大人っぽい服着たいなって言ってたら、なんか若いうちにしか着れないもの着といた方がいいよって。確かにって思ってって思うんだけど、今さ前髪長いからさ、まあ長い、私全然前髪伸びないんですよね。え、これやばくない？まだここなんです。全然伸びんやん。全然伸びないよね。まあまあまあ、まあここをパッツンの時よりはまあ伸びたけどね。でなんかそのパッツンだったらそういうのがまあ似合うっていうかさ、あるかもしんないけど、今前髪伸ばしてるから
可愛い服似合わないかなとか思うんだよね。髪があるだけでも良しとしないと。ちょっと大人になるとファッションも変わります。確かにそう。みんなはでもパッツンが好きだよね。高校卒業間近だよ。もう高校生終わっちゃうんだよ。あっという間だった。高校生って感じだけど、かき上げ前髪はまあしたいかな。一回伸ばしたらもう切れないでしょ。一回伸ばしてみて、そのなんていうんですか、似合わないとか、もう絶対に切りたいってなったら切るときはあるから、一生前髪長いままとは言えない。だっていつか切るかもしれない。高校よりかは中学校に戻りたいな。戻れるとしたら、まあ、中学校は全部戻りたいわけじゃなくて、中学3年生の時だけ戻りたい。中1中にはあんまりいい思い出がないから中3に戻りたい。やばい、あと3分じゃん。ちょっとランキング見ます。高校卒業したらピアス開けるのって、ピアスは開けないんです。13位マーボーさん、ありがとうございます。12位マボロシさん、ありがとうございます。11位くじゅらさん、ありがとうございます。10位ペロペロチューノさん、ありがとうございます。9位ショート、ありがとうございます。8位カッチアットマークひなこいしさん、ありがとうございます。7位香港の春マットマークひなこいしさん、ありがとうございます。6位ダブルワットマークひなこいしさん、ありがとうございます。5位 SL やちごアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位ゆきたん、ありがとうございます。3位かなさん、ありがとうございます。2位にゃんこアットマークひなこしさん、ありがとうございます。そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした。ありがとうございます。ひらっぴさん、かんだひらっぴさん、ありがとうございます。ミニスカートは続けてほしいって、ミニスカートは割と今でもあれですよ、着てる。ネマモルーマンのネタちゃんと用意せなあかんねんって。そうなの、助けて。髪の毛染めよう卒業したら、だって。ほんと？冷蔵式睡眠法って、あ、分かった、分かった、あれか。私それ見た、ひろゆきさんのやつ。見たそれ。なんかあれでしょ？英語のやつでしょ？英語のやつ。ズボン姿、あ、ズボン姿。いつか見せるね。いつかインスタにあげるから待ってて。今なんかズボン姿見せてほしいって言うから今かと思った。今ズボン履いてない私。切れる。これもう普通に切っちゃおうかな。またねみんな、おやすみ、バイバイ。あ、間違えた、バイバイ。